ソイソースのラジオだろうが。めちゃくちゃいいじゃん。あるでしょ。ありそうでしょ。いやこれじゃん。これはいい。大丈夫。これじゃん。決定じゃん。じゃラジオだろうがです。これじゃない。もう本当にこだわっていただいて。いやついに、はい、長らくやってきたけどこれかもな。今日の朝からもうやってきてこれだって言いました。ラジオだろうが始まりましたね。はい、完全新番組、はいはい、ラジオですけども、はい、先日僕はあの8年ぶりに、はい、ディズニー行ってまいりました。はい、8年ぶり、はい、最後に行ったのが一緒に行ったのが最後。あの大学卒業して、はい、でその大学の落ち研メンバーと一緒に行ったやつね。行ったやつが最後で、うん、それぶり行ってきて。でどのメンバーで行ったの？俺と、オリプリンピッピと、うん、ガンプの松と大学の後輩一人、うん、大学の落ち研メンバーそうです。いや最高だったね。どっち行ってきちゃった？ C。 もうでなんか松がやたら詳しくて、もう円滑にもう最短ルートで、うん、で俺と、その芸人にならなかったやつ、社会人のやつ後輩、うん、2人で割り勘して、うん、全部やったんだけど、お松さんやったからもう鍵にしましょう、鍵みたいな。あであの DPA ね、そうディズニープレミアムアクセス、うん、をいっぱい取ってくで、俺らは最初は鍵なんていいだろって言ったけど、うん、のおかげでもう円滑に回れて、でソアリンとかも、うん、もうすごいね、あれすごいね、あれすごいね、舐めてた。ちゃんと浮き上がった？浮き上がった、なんとか。そうなんやね。ならない。ちゃんと上がりました。ただ、うん、マジついに一つカメオが規格外だった乗り物がありまして。ディズニーで夢の国に。待って、いやちょ当てたいな、これ乗れなかった。乗れなかった、うん、これややこしいのが、うん、乗れるっちゃ乗れたけどみたいな感じで、結局みたいな感じで、そのどこまで行って一回乗って降ろされたんですか？うん、そう。はいはい、そのさ、うん、海底2万マイル。あ、違います。だってもう二度と戻ってこれない。いや沈めるけど上がれない。違います。違う。お休みだったで、回転2万マイル。あ、休みなんだ。ちょうど休んで。カメオ来るから。違う。対策したわけじゃない。来るらしいぞじゃないんだ。エイジングスピリッツ。この一周する。正解。おお。上っすよね。そう、上。うん。の時に、なんかあれ、カカカカカカ、はいはい、ガチって感じなんだけど、うん、カカカッなって、うん、まあまあ、その、一応。ってなってたら、係員の人来て、あと3段階下ろしてもいいですか？あ、分かりました。ちょっとあの後輩川島って、川島ちょっと押してみて。分かりました。カチッ。あと2段階。俺はずっともうなんか60キロぐらいの人にこうやられてるぐらいの痛みがずっと。あと2段階言っていただかないと、あれちょっとお兄さんちょっともうやってくださいね。我々ちょっと触れないルールになってまして、うん、めっちゃ痛い、今どうですか、痛いです。で、一回外します、うん、これあと3段階いけそうですか、ちょっと無理ですね。じゃあ最悪だな、降りて。ただ正直俺説教怖いから、うん、ほっ、あ、ほっとしてるな。ただやっぱちょっと悲しかったけど、その夢の国ディズニーランドに俺がダメな乗り物があるっていうのが、うん、いやこれからだってそのちゃんと乗り出したら、うん、もっと多いんじゃない？そうね。あれはいけたのよ。センター。センターオブジェアーズ。うん。こういう系で、あ、違う、これがないんだ、そもそも。持つだから。うんうん。だからいけたんだけど、ちょっと、ダメだよ、もう。ソアリーの、うん、ソアリーチートベルトする。チートベルト。あれは届くんすか？チートベルト届く。へぇ。ただ、もう横の人は嫌がってるよ、俺が。こう、へぇーってやるときに、腕が。本当に、嫌がってるな。狭いですね、ディズニーさん。てかそのレイジングとか座れるんですね、あの幅に。座れるよ。へぇ、座れやすんだ。ただもちろんここら辺はもう横の人にはみ出てるよ。かなでさんと行ったけど、ディズニーシー、かなでさんは普通にレイジングスピリッツ乗ってた。夏でしょ、夏とか秋口でしょ、5月とかかな。着る取りした俺はやばい。
いや5月も言ってそんな寒いし、でもあと1段階やあと3、2、うわもうきつかったね。まあその代わり横に座って俺はもうスポーンって飛んでくぐる。そうなんだよな、あれな。そうでもディズニー楽しかったです。結局楽しいよな、ディズニーは。やっぱあれが一番楽しいわ、インディ・ジョーンズが。もうあれ、大好き。ワクワクすると一番前に座ってさ、うん、で、なんか他の人たちもあんまいなかったの、なんかで、もう一番前です、もうコントというか、うん、俺がハンドル握らせてもらえて、うん、もう、あぶない、危ない、危ない、危ないみたいな。あ、そんな楽しいもんな。そんなん大好きだから。ディズニーなー。10個、12個ぐらい乗って。めっちゃ空いてんじゃん。いや、もう、まあ、空いてはなかった。12個も乗れないの？もちろんあれよ、そのコーヒーカップとかも込みよ。あーコーヒーカップ、なんか待ち時間ゼロのあのこういうあの回るやつとか、うん、とかにも乗って12個。確かにそれって乗ったって言わないもんな。言うぜ。なるほどです、はい、いやいいですね、楽しんできましたよ。じゃあ、はい、メールが来てるということで、はい、メール開いてほしいね。あったあったあった、あったすいません、遠慮すぎる。ありがとうございます、はい、あ、こちらラジオネーム、はい、ソーキそば三杯さんからいただきました。ラジオネームだね。はい、ソーキそば三杯さん、ソイソースの皆さん、こんにちは。こんにちは。今私は茨城県に住んでいるのですが、はい、次住むにあたって、うん、茨城県のどこに住んだらいいでしょうか。知らねえよ。なるほど、知らねえよ。茨城って言ってもね、どこなんだろうね、その山の方なんで。水戸がいいんじゃない。水戸、水戸、でも都会、都会今どこ住んでんだっけ。今は書いてない、書いてないな。あ、ナス、ナスじゃないな、ナス違うもん。ナス、なんかナスでバッテンって書いてる。いやいや、わかんないけど書いてるから、あ、前橋でもない、ナス群馬の女さん書いてるんだもんなって、こういうふうに。あ、中港って書いてるな。中港ですって。中港、あ、中港ってどこ。海沿いの中港、日立とか、そっちのとこっすね。お前、エビちゃんと遊んだから知ってるから。中港って書いてあるから、書いてあるからだって。どこに住めばいいか、どこに住めばいい。その中港はどんな感じなんですか、うん、都会と田舎の塩梅は。まあ、田舎も本当に海沿い で、うん、でだけどその漁港があって。あ、なるほどね、そっち系ね。そう、牡蠣とかもう100円で食べれる。で、その市場で回転寿司があって、それめっちゃうまかったのよ。うまかった話じゃん。茨城の時からもうヒヤヒヤしてたんだよ。こいつまたエビちゃんと遊ばましたけどって。あと袋田の滝って。袋田、ヤマトの方いいんじゃないですか。ヤマト、はい、どういうとこなんですか。袋田の滝っていう日本三大滝。滝滝ごめん、ディズニーが引っ張っちゃって。滝いいよ、滝レク。いや、それでなんかその、うん、めっちゃでっかい滝が、その冬になったら滝が凍って、で、その凍ったこのバッ、マジでかいのよ、凍った中にこのハートマークができるんだよ。それ見たら幸せになれるって、あ、もし今その恋愛されてる方でしたら、ぜひその袋田の滝近辺にね、住んでもらって。自分で行ったとか言ってるだけや。冬行ったの。冬行った。ハート見たの。ハート見た。エビちゃんと俺とビール。もういいわ、もういいわ、お前ら。仲良すぎだろ。俺は山とかいいかなって思う。行ったことねえよ、茨城。茨城、水戸がいいんじゃない。納豆も美味しいだろうし。いや、納豆はだってどこでもあるじゃん。いやいや、でもバラのやつあるでしょ、茨城なら。バラバラ、そう。バラの。でもそれも結構どこでも買えるの。いや、水戸以外。水戸以外、水戸と日立以外。あ、でも知ってるかわかんないな。え、知ってるかわかんないけど、なんていうの、あれがいいんじゃない。カブラギ町とかだいぶいいと思うけどな。あ、カブラギ町、ちょっとごめん、どの辺。あ、わかんない。まあ、ほぼ群馬。あ、群馬結構上寄りなんだ。うん、上寄りのカブラギ町はいいよ、イオンもあるし。あ、イオン、うん、え、待ってよ。いや、大丈夫、あの
今収録中は単なる。いやソイソースの話。やめとけよ。カブラギ長は茨城カブラギ長あれ名前変わったんだっけな。合併して名前変わったんだっけな。ああるね。あるカブラギ長でしょ。そういいとこなんですよ。岐阜県だ。しかも見たことない感じ。見たことない感じ。カブラ。これでカブラ。そうだ。見たことない。会ったことすごいけどな。カブラ議長。聞いたことあった？いやないです。すごいね。でもほら俺あのぽい名前出すのうまいからさ。名字のやつ。はいというね。はい。そろそろね曲いきましょう。聞いてください。フリー BGM。ありがとうございました。オルゴールの感じが、ね、いいね。すごく良かった。クリスマスっぽいオルゴール。はい、時期だからね、もうすぐね。今回は合わせに行きました。めっちゃいけそうです。ありがとうございます。さあ、というわけで、はい、今回、ソイソースの、はい、ラジオなのが、はい、かわいい、はい、なんと、お今回、お最終回ということで。ギリギリまで迷ってた。わー、最終回か。最終回。楽しみましたね。復活とかはね、復活ありだね。復活ありうるね。スペシャル版みたいな。今後もね、違う番組もね、行きたいと思います。はい、以上、最初のカナと鍋です。ありがとうございました。